美しい海から生まれたスズの塩。北陸で唯一という製法で時間をかけて濃縮し炊き上げた新名物です。この番組ではデータ放送でも詳しい情報をご覧になれます。プレゼントクイズもありますよ。能登の揚浜塩田は記録によるとおよそ400年前に開始されたと言われています。伝統的な製塩法が盛んな珠洲市で、これまでとは全く違った方法で塩作りを始めたのが小谷地昌司さんです。天然のヨシズを使って、それに海水をかけまして、水分を蒸発させるっていう仕組みなんです。海水をすだれに吹きつけ、下まで落ちる間に水分を自然蒸発させ塩分濃度を上げる硫化式塩田法。天候や季節に関係なく一年中塩の製造ができることが大きな特徴です。もちろん環境にも優しいっていうのもありまして、自然のヨシズを使って蒸発をさせています。今のところ天然のヨシズを使って淡水を作っているのは日本広しといえどうちしかございませんので、その後荒炊きでアクを取りながら淡水を 2,3 日煮詰めていきます。丁寧にアクを取ることで白くいい塩ができるのです。そして最も気を使う仕上げ炊き、結晶がどんどんでき始め塩の山が顔を出します。仕上げの場合はちょっと難しいんですね。火加減ですよね。火加減でやっぱり粗さとかね、そういうものが変わってくるっていうかね。能登の梅とシソのエキスに塩を漬け込んで天日で干して乾燥させた桜塩。七尾市中島町の特産中島菜を乾燥させた粉末をブレンドした中島菜塩。そして能登半島の青竹に塩を詰め込み、炭焼き職人が3日未満炊き上げた竹炭塩。できるだけも自然のもので、この珠洲市とかその近辺に採れる素材を使いながら塩も四季折々の塩が作れたらいいなっていう。伝統の技を踏まえつつ時代のニーズに合わせた塩、能登半島の海から生まれた一品です。この番組のデータ放送は放送終了後も見ることができます。この後もじっくりチェックしてみてください。